て。こんにちは、予定りなです。マジ眠たすぎて眠いのを我慢して頭が痛いです。ほんでもってショールームのタブレットは充電できてなかったしさ、今携帯でやってるんですけどさ、携帯でその何なんかやろうと思ったらさ、携帯でやってなさすぎてさ、ログアウトされとって、でなんかログインしようと思ってさ、何回もチャレンジしたのにさ、なんかさ、あの分かる？数字なのかアルファベットなのか分かりづらいあのものっていっぱいあるじゃないですか。それがさ分かんなくてさ、なんかめっちゃ何回も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 もう10分ぐらい格闘しました。もうほんとイライラしちゃった、マジで。全然ログインできなくてさ、こっちは眠いのにさ、もう頭痛いしそう、タブレだから今ね携帯でやってんの、うち。そう、タブレットを今充電中で、そう、残念ながらねできないから、そうなんですよ、タブレットでねちょっとやってないんすよ。充電がねマジなくてちょっとやめたの。携帯も充電ないんですけどね、携帯も 30% ぐらいしかなくて15分しかやらないんですけど、そう、ちょっとね携帯も充電がないっていう、なんか全部充電がない、タブレットがやばいっしょ。よし、じゃあねこれやっていきたいと思います。じゃーん、こちら前回に引き続きこちらを開けていきたいと思います。さあ果たして、マジこれ香水瓶なんで、さあ何が出るかな。キティちゃんマジ1個も出てないの、やばい。あー、かわいい、このクロミちゃん。え、このクロミちゃんめっちゃかわいいんだけど、やばくない？え、このクロミちゃんめっちゃ可愛い。やっぱこの香水瓶のってシンプルイズザベストって感じね、入れ替えるのには一番いい気がする。ちなみに前は何が出たんだっけな、香水瓶の。あ、ポンポンプリンとコギミュンと、で私がかあれか、あのつけてるマルマルちゃんかな。このさ、こういうやつ、このクロミちゃんめっちゃ可愛いんだけどさ、こういうタイプのさ、こんな派手なやつも可愛いね。この派手なやつとかさ、これだけでも結構可愛いじゃん。でもこの香水瓶シリーズは結構シンプルだから、あ、なんか入れ替えるのにはめっちゃ良さそうな気がしてきました。マジこれで一回も当たらんかったらほんと泣くよね、キティちゃん。マジでもさ、当たらない説濃厚じゃね、この感じだと。もうやばい、推しってマジ出ないんだなってほんと心底思うわ。いきます、2個目、せーの。あー、シナモロールでした。まだ一応かぶってないですね、一個も。じゃーん。一応ね、今んとこかぶりなしです。かわいい。でもかわいいですね。いやー、マジでさ、どっかのタイミングでほんとキティちゃん出てもらわないと。困るよ。いきます。3個目。せーの。あー、かぶった、ポンポンプリンです。かぶりました、2個目、2個かぶりです、ポンポンプリン。
食べちゃったよ。やばい、もうラスト2個なんだけど。そんなことある？ラスト2なんだよ。やばい、ラスト2。マジでさ、やばくね。いくよ、せーの。あー、かぶった。マイメロちゃんねー、かぶったんですけど。かぶりました、マイメロちゃんです。かぶりです。うわ、ラストなんだけど、ちょっと無理なんだけど。いや、ラストだよ、ありえない。マジキティちゃん出ない。もうもうショックすぎる、マジで。いや、ラスト来い、せーの。やばい、このパフュームかわいいわ、形きたー。やばい、待って、でもさ、他の種類出てないの、やっとこれだけ出ました。これだけ、これだけ、もうよかった。ラスト最後です。もう私このシリーズ持ってなくて、もうこれがラストの1個でした。よかった、嬉しい。というわけで香水は8種類あって、1、2、3、4、5、6種類出ました。あと2種類が出てなくて、あと2種類出てなくて、かぶりはね2個です。2個かぶりました。いや、よかった、キティちゃんが当たりました。マジでキャワウィー、これリュックにつけようかな。でも1個しか当たってないのもったいないから、ちょっとつけるのもな、ちょっともったいないなとか思っちゃうんだよね。他のね、こういうこっちの形もあるんだけど、これは1個も当たってません。マジ悲しすぎ。マジやったー、やっと当たったよー。けどマジで一個だけー。いや、マジで推しじゃないと被るんよな。いや、推しが当たってほしいんよ、マジで。いや、これマジ可愛い。この色のね、なんか赤っぽいピンクっぽい、このマイメロちゃんがピンクなんですけど、と比べて若干赤っぽいのがね、可愛いですよね。あー、でもこれだけラスト出てくれてよかったです。最後の最後で、なんか私今日さ、すごい目真っ黒に映るね。携帯の方だけんかな、わかんないですけど、めっちゃ目真っ黒に映る。ポンポンプリン、まあ別に好きだけど、別にさ、ポンポンプリン別にそこまで好きじゃないんだよね。わらわら、わ、嬉しい、マジで嬉しい、嬉しすぎて翼生えそう。よっしゃー、マジやっと当たったわ、ほんと幸せすぎる。マジ叫んだせいでより頭痛くなった、めっちゃ頭痛い。叫んだおかげで頭痛に拍車がかかっております。仰天ゆりな、食べて。でもね、こっちもね、これいただいたやつでね、これ初めて見て、これこの間一個だけ開けたんですよ。なんかチャームのところがランダムっぽくて、これでここのね、このチャームのところがランダムっぽいんですけど、そう、これやつもあって、これも開けちゃおうかな、せっかくだから。これも5ついただいてですね、1個この間開けちゃって4つあるので、これも開けちゃいたいと思います。いや、これでキティちゃん当たってくれないかな。このいい波に乗ってる感じでキティちゃんが来てくれたらマジで最高じゃないですか。このいい波の時に、この波のまんまマジキティちゃんがマジ当たれば、マジで私は最強説でマジで思います。いきます、せー、これキティちゃんあるよな、でも映ってるからあると思います。せーの。あ、これはシナモンだわ、これはシナ、あ、ここのプレートも違う、ここのプレートもね違いました。ほら見てください、
ここのプレートも柄が違います。こんな感じ、かわいい。でシナモンでした。こんな感じです。シナモン、やっぱ絶対さ、マイメロちゃんとシナモンって絶対当たるんだよな。マジでさ、その辺なんなんて思うね。まあ推しほど当たらないよねっつってね。そんな甘くねえよっていうお達しかしら。そんな甘くないよっていう、いやもう人生甘くないのはもう身に染みて感じてるから別にいいんですけど、もうちょっと甘くしてくれよって話なんですけどね。よっしゃ2個目。この箱だからね、ちょっと開けづらいんだよな、めちゃくちゃ。どうしてもなんか開かないんだけど。よし、開いた。いきます、せーの。あ、え、誰これ。ちょっと待って、この子が当たりました。これ誰、なんかね、これゆるいあれかな、昔のキャラクターかなんかなのかな。誰、ちょっと私名前存じ上げないんですけど、この子が当たりました。ゆるいうさぎちゃん、誰だろう。でもここめっちゃ可愛い、このプレートめっちゃ可愛いです。なんだろう、これ郵便屋さんみたいなプレートです。え、このプレートめっちゃ可愛いけど、これ誰、なんか私見たことあるんですけど、ちょっとこの子は存じ上げません。名前がちょっと、この子はちょっとわからない、ちょっとわからない。よっしゃ次。いやーマジでさ、そろそろさ、マジであかんやん、全然あかん、マジで本当に当たらんもんやね。よし、いきます、せーの。あ、誰誰パート2。いやマジ誰これ、これ、いや誰誰。あ、でもここのキャラクターめっちゃ可愛い、このレトロな感じなんですね、めちゃくちゃ全体的にこんな感じでめっちゃレトロで可愛いけど誰マジで。いやーちょっと待って、わからないよこれは。なんだろう、なんだろう、どこの住民なんだろう。やばい、存じ上げない、申し訳ねえ、マジごめん。誰とか言って、誰って言われる辛さは一番わかるはずなんだけど、マジでごめんね、誰とか言ってしまって。だけど本当ごめんなさい、存じ上げません。よし、ラスト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 、いきます、ラストね、せーの。あ、この形クロミちゃんじゃね、聞いた、クロミちゃんです、クロミちゃん、じやん、こんな感じ、クロミちゃんかわいい、馬車、え、待って、ウサハナちゃん乗ってんじゃん、ここに、かわいい、見て、ここに、じゃあこれウサハナちゃんあるってこと。私ウサハナちゃん大好きで、あのキティちゃんとサンナちゃんが大好きで、なんか小学生の頃全部キティちゃんで一式揃えたかったんですけど、キティちゃんが一式なくて、全部だからウサハナちゃんで一式全部揃えました。もう小学校に必要な全てのものをウサハナちゃんで揃えました。オールウサハナちゃんぐらいマジウサハナちゃんが大好きで、オールウサハナちゃんで揃えました、小学生の時。っていうぐらいキティちゃんとサンナちゃんが結構好きで、中学校の時は一式全部キティちゃんで揃え直しましたけど、そう、入学式の時はもう一式全部サナちゃんにしました。クロミちゃんだ、かわいい、なんかレトロだね、すごい。ここのさ、プレートがめちゃくちゃかわいいんだけど、ここのプレートがすごいレトロでめっちゃかわいい。
このマスコットの方はなんか目に光がないのか、ちょっとそういうキャラなのか闇を感じる顔してるけど、こんな感じで。うわ、結局また当たんなかったわ。キティちゃん、マジキティちゃんって当たらんのね。なんでなん、マジで。もうシナモンとかマイメロちゃんとかクロミちゃん絶対当たってんねんけど、なんなんやろこの絶対当たるっていうよくわからん感じ。いや別に可愛いからいいねんけどさ、ショック当たんな。まあでも1個当たったからよかったわ、安心安心。でももうこれで開封のギア終わってしまった。みんなありがとう。キティちゃん1個しか当たんなかったけど、クレープのやつとかめっちゃダブりましたけど、でもなんとか当たったということですごく幸せでした。いやーよかったよかった。マジこれで1個も当たらんかったらどうしようと思ってたけどね、なんか本当に全然キティちゃん当たんないじゃんっていう驚きの事実でした。ありがとうございました。いやーか、キティ推しかぶりは何個あってもいいんだけどなーっていうね。まだ年ですね。でもラスト1個当たったんで、もうそれだけでベリーグッドということにしときますわ。うん、よかったよかった、満足です。やっぱ推しは当たらないもんだなっていうことをね自覚しましたね。いや私ガチャガチャにしろ何にしてもマジで推しはね本当にほとんど当たらないです。ほんとにね、当たらないです。いやーなんでですかね。まあそんなことでね、15分経ったんで終了にしたいと思います。すんません。よしじゃあ私も終了にしてたいと思います。今日はマジで早く寝ようと。明日も朝早いんですよレッスン。なんなら明後日はもっと早いんですよレッスン。なんか明日はマジでやばい。明日はもう一日中なんですよレッスンが。朝もうがっつり朝から夜まであって、めちゃくちゃ曲数を覚えないといけないし、めっちゃ振りがむずいからちょっと頑張ります。なんで明日はあの夜にやるんですけど、15分しかやらない予定です。あのめっちゃ疲れてたらごめんなさい。めっちゃ疲れてたらあのごめんなさいねっていう感じで素敵に言っておきます。そんなわけで、止めて。そんなわけでね、今日開封の儀ができてよかったなと思っておりやす。ありがとうございました。じゃあみんなランキングを読みますね。13位春太郎さん、12位ヨッシーさん、11位ヒロユキニャーさん、あ間違えた、10位岡谷さん、9位タカさん、8位ナッティさん、7位トシさん、6位タビスニナミスギさん、小脇一子さん、4位リュッケさん、3位ワッフルさん、2位シンダさん、そして今日の1位はツッチーさんでした。というわけで見てくださってありがとうございました。明日のレッスン1日頑張ります。やばーい。頑張ります。またね。バイバーイ。